こんにちは、アルムのリノでございます。はい、ということで今日はマホちゃんの誕生日プレゼントを買いに行きます。今日は久々の土曜日休日ということでね、誕生日プレゼントを買いに行く前に、今日美容院があるので美容院で髪の毛をきれいにしてもらってから誕生日プレゼントを探しに行きたいと思います。なんかせっかく都会に出るならばランチでもしようかなと思いまして、昨日ずっとインスタでナンバランチ、ホーリエランチって調べてました。いいとこ見つかったんで今日はそこで一人ランチでもして病院行って、お腹が空いたらカフェなど行って誕生日プレゼント買いに行ってなんてことをやっていきたいと思います。ちなみに今日のコーデは購入品紹介でも紹介したマーク・ジェイコブスのカバンに、セカストで買ったジャケットとシーンのトレーナーで、下はグレールの、はい、こんな感じでやっていきたいと思います。それでは早速レッツゴー。はい、こんな感じで一人で女子会に行ったわけなんです。一人で女子会ではない、一人ランチ行ったわけなんですけれども、気まずくてこれ見て食べた。こんなおしゃカフェ一人で行ったことなくて、マジでみんな行くんですか、これどうなんですか、そこんとこ気になります。なんやかんや一段落しまして、お腹が減ったのでカフェ行きました。チーズケーキとホットラテ。この席、この文字読んでいただいたら分かるんですけど、私の座ってる位置の横に隣の人の頭があるんですよ。なんかほんまごめん。そんな感じでとても楽しい旅でした。はい、ただいま帰りました。ちょっと久々に長時間都会出たんやけど、もう人が多くて疲れ果てました。はい、顔がズタボロなのでマスクで失礼します。無事帰宅しましたということで、買ったもの紹介しますね。まほちゃんのプレゼント、こちらビューリーっていうお店があるんですけど、ボディクリーム、ボディミルクかなを買いました。で言いそびれましたけれども、前髪を少し作りました。この量やとどっちもできるみたい。こうドライヤーした時にこう分けてやると、今までみたいにもできるし、前にすると前髪にもなるしみたいな感じで、髪の毛オリーブ系に染めてもらいました。いい感じ。ほんでですね、何言おうとしたんだっけ。今日何をしたかちょっと振り返っていこうと思います。まず、今日は一人でランチ行ってきました。
はい、土曜日なんですね、はい、土曜日なので人がとても多くてどこ見ていいか分からなくて気まずいし、今インスタにも書いたんですけど、でそれを見ながら食べました。美味しかったです、まあ、意外と一人でおしゃれなところも行けるんやなって思いましたね。移動してさっき紹介したこのねプレゼントを買いに行きました。でこれが場所を調べてもそこに行ったんやけど、言ったらデパコスがいっぱいあるところで注文したのになかなか見つけられへんくて、場所間違えたんかなと思って一回降りて外出たんですよ。で道調べ直しても同じところ案内されるからもう一回行って、でも見つけられへんくて、まあ2回目行ってから3周くらいぐるぐる回ってやっと見つけました。なんか想定外のところにありました。このプレゼントは来週ご飯行く約束をしておりますので、その時にお渡ししたいと思います。その動画も別で撮っておきたいと思います。はい、こんな感じで私の休日の過ごし方をお送りさせていただきました。また機会があれば撮ってみたいと思います。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイミョーン。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。やった、今すごいめっちゃ言ったおめでとう、ありがとう、イエーイ、キラ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 、いただきました。フランス語でユリっていうお店のね商品です。ユリ、ぜひ見てください。開けます。はい、開けてください。そう、書いてるこれは。それはなんて書いてるの。読んで、絶対読まへんかったらもう開けられへん。何開けられるよ。何？ちょっと待って。見たことある？ない。ママがリノちゃんに買ってあげたかったのって。マジ？すげえ。すげえ。この同じ感じの。同じやつ？そう。このすごいやん。すごいやん。それはね、ボディミルクかなんかやったと思う。ボディミルク。ミルク。いい匂い、いい匂い、例えるなら、うん、例えるなら大きさ草原の中に一つの家がある、うん、ここから物語が始まってるけど、あ、もう難しいな、もう長いな、うん、それも10話ぐらいまで続きそうやからありがとうございます。はい、どういたしまして。